なんかもう本当どこでも撮れますね。なんかもう無限に番組作れるの。60年代中期ビートルズ、あいつらよりもガンガン曲作り早いから。ポール・マッカートニーも裸足で逃げ出すっつって、まあアビロードであいつ裸足ですけどね。横井翔二郎とユージ・レンレ川口のスーパーダイナマイトハウス。ああそういうことか、逆に履いてるからか。ローテーションした方が良くて、あそうですね、休ませた方がいいって言いますよね。なるほど、だから今休ませ中だな。なるほど。というわけでわざわざ昨日会ったのでラジオを撮らず今日撮るという。昨日はみじんも浮かばなかったね。そうだね、まあ無理だった。うん、まあ、そんな場合じゃなかった。10日だからね、しかも1年に1度しかない10日だからね。まあそれはまあ大体そうなんだけど。いやほら昨日も明日もスペシャルワンって意味では、まあ、まだちょっと違うじゃないですか。まあ何その正月みたいな話。そうですそうです、ほとぶきみたいな。正月よりなんなら足りねえな。正月モアザン正月なの。モアザン正月ファスターザンザですよ。ああなるほど、まあねしょうがないね。これは流されてるのか本当にうんって言われてるのかが分かんない。いやいや、あなたの言うことは全部そうだなと。いやいや、昨日はでも面白かったね。面白かった、瞬間的だった。いやあれっすよね、集まった時間考えたら超爆速で攻めたよね。いやノーブレーキだよ。あの名企画。え、あれ7インチ祭りが最後。7インチからナスのライブ映像に行って。ああ、ほとんど覚えてねえ。ああ、もったいない。あ、いや覚えてるわ。ドラムがめっちゃうまかった。あ、ドラムやばいよね、うん、あ、覚えてる覚えてる。あ、結構見たな意外と。そうだよ、あれ超いい。30分くらいは記憶ある。おうおうおう。あ、1時間ぐらいで、撃沈を確認して私も死んだ。ちゃんと あれっすよね、ユージさんってちゃんとあの見とってくれるよ。まあなんだ、武士の礼儀だね。だって俺が来た時にはもう酔っ払ってたのに。まあ昨日は飲んだからね。それで最後俺見とってくれるんだもんな。やっぱ夜は強いよね。ね、すごい夜無限の男。けどマジでめっちゃいろいろ食ったらしくて、その1次会から。ああ、はいはい、はい、マジ冷蔵庫すっからかんで受けて、あんなにあったのに1日で。しかも一晩で。いやすごいよね。すいませんね、和菓子全部食べちゃって。覚えてます。おお、てめえってなるよね。すいません。でもあれ文脈を文脈でいくと、あの和菓子確かね、翔二郎が買ったんだよ。なんか俺が買いそうなやつだよねあれ。まあ、あなた何でも買いそうだけど、ゆうさん買わなそうあれマジで。うん、あとこの鼻炎がやばい。引き続きこの 1,2 週間超やばいよ。あお、昨日ほんとやばかったね。ああ、病院行かないの。行けるタイミングがないね。ああそういうことか。まあそりゃそうか。来週チャンスがあれば行きたいな。うん、まあ、でもなんかそういう頃って治ってんだよな。いやでもまあ見てもらった方がいいですよ。治ってたら見てもらっても分かんないし。でも慢性じゃない、それは。いい時はいいよ。相談するだけあれはあると思いますよ、価値は。ライブですか。ええ、これから1時、25時から演奏でございます。もちろん翔二郎は見てくるでしょう。帰りますね。マダーファカー。だ、明日がなきゃね。アンは行くんじゃない。でも最近ここ来てるけどアン行ってないね、そういえば。何も分かってない。あれ、何も分かってないって責められるの、ユージさんちだけのはずなんだよ。あ、外では言われないはずなんだ。外では分かってる側のはずなんですけど。あ、確かに、そうだね、外ではそう。はい、認め。やめてください、逃げ場がなくなっちゃう。ああいいよ、やっぱり変わらずアンアナーだもんね。変わらずといえば、まあ変わらずだ。まあ俺アンアンデビュー遅かったからな、その最盛期知らないんだよね。ああ、まあ最盛期は本当に
なんだろう、スレイヤーいつまで早いんだろうって感じで、こいつら一体どこまで早いんだ。早かったんだ。まだ早い、まだ早い、まだ先が見える、伸びしろしか感じない。あれはどうしたんですか結局、フェアポートのサードは。まだ悩んでる。そうだね。これなんだっけ、膠着状態。膠着状態。膠着状態。あ、攻めても守ってもってことね。そうだね。あ、聞きたいですけどね。まあ、聞いてみたいよね、B で。でもあれはね、あれはアナログの価値が出るはずだよね。ただあの大きいね傷が。ああそうだね。あれな、困っちゃうよな。無理か。なんかなんかザ傷なのかな、あれは謎だよね。うーん、聞ければいいけどな。なんかちょっと汚れ、いや再生して録音をしてくんねえかっつって録画か。さすがにそこまでやってくんないか。可能性はあるんじゃない、写真撮ってくれてるし。ねえ、あんだけ親切にやってくれてるから。でもやったら変えようとかそんな感じになりそうだよ。あ、最終チェックねっつって。そうそうそう。あ、まあでも聞いてみるの、ただの。うん、聞きたいですね。ねえ、ゆうじさんが粉になって亡くなる瞬間を見たいですね。粉に、粉だよね、あれは。粉、粉候補。バフって言ってサラ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 海に帰っていくでしょ。そうです、俺が巻いてあげます、あの千葉の海に。ああ、ありがたい。そうだ、これからライブです。はい、いやいや、ほらお決まり、今押している。ああ、え、押すの気持ちよくない、痛くて。絶対やんない方がいいよ。マジで、うん、うっそ、痛きもだよ。刺激しまくった。いや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 、うっそ、いやいやいや、ダメ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 。え、マジで、これ楽しくてずっとやってんだよ。え、多分やめた方がいいと思う。いや、その知らんけど、ま、うん、そうね、今の刺激を与えて治療させようかなと思って。針ってそういうもんじゃないからな。え、そうなの、針って。その聞いたけど、そのそこに刺激を与えることによって、その傷を修復するために血が、血液が動くっていう。だから置いてあるんじゃないの、それグリグリやったら。ただのそのなんていうの、こう自傷行為っていうか。ただそれで、そのおそらくこれがその筋につながってるから、はい、その筋を破壊することによって復活するからと思って。いや、まあその止めないけど。やんない方がいいんだ。いや、やめよ。やんない方がいい気がする。初めて聞いた、グリグリする人。首とか超気持ちいい。止めた方がいいと思う。そうか、いや、やめよ。鼻炎のメルルがこれからライブなんで、皆さんよろしくお願いします。息できないってやばくない、あんだけフィジカル使うもので。そうなんだよね、困っちゃうよマジで。鼻炎マジで治したい。だってえ、普通な時あるんだもんね。普通な時ある。それはスースーなの。ああ、どうなんだろう、その他の人の話知らないから。ああ、そうか。でも問題はない。ああ、分からんね。なんか役とか言うよね。ああ、役言うよね。どう、何それって感じだけど。復活するやつでしょ。うん、復活されちゃ意味ねえよな。でもいいのかな、それを毎年やればいいのか。いや、多分もうさすがにこう長期治療になるかもしれないけど、抜本的な治療法があるはずです。だったらいいよね。ただ反応だからね、何とも解消の仕方がわからない。うん、じゃねえんだ。うん、まあ、じゃないんだ。わからん、これはもう。チェックしたことあります？全部チェックするとすげえ大変って言われた。ああ、でも花粉だけだったら別にピンポン。ああ、ハウスダストって言われたことある。ハウスダストも反応出たもん。まだ反応出てる。ハウスダスト、ダストってなんやねん。まあ確かに。ハウスダスト花粉でもあるから。これはチェックして花粉しっかり出ましたけどね。やっぱ春先はグッとくるな。小さな治療法わかる。どうしたらいいんだろう。やるんだ。エピック、オーエピック。